はい、今日は韓国入国後、2回目の PCR 検査ですね。今日は入国後約10日なんですけれども、今日 PCR 検査で OK だったら、翌日から普通の生活に戻ることができます。それでは行ってみたいと思います。はい、こういう感じで高速ターミナルまで歩いていってるんですけれども、いつものお正月よりはかなり人が少ないですね。こちら高速ターミナルなんですけれども、やっぱり、ターミナルの方は結構人がたくさんいるみたいな感じです。奥に見えているのが、PCR 検査の、並びの列なんですけれども、かなり人が多いですね。はい、こういう感じで、ここから並ぶ感じになっています。はい、だいたい1時間30分ぐらい待って、無事終わりました。今日は結構かなり寒いのでですね、結構大変でしたが、明日ぜひ陰性の結果が出ることを願っています。